この声までスポンサーじゃありませんよ。この番組はジョランのスポンサーの提供だ。アメージングス。ニュース、篠田麻里子さん結婚したの？やば、マジ？年下の一般人男性と結婚。なるほどね。年下の一般人男性でしょ。年下だし、一般人だし、まあじゃあ、実質、まあ僕と結婚したみたいなところあるよね。オッケー。なるほど、あ、すいません。すいません、カメラ回す。ごめんなさい、ちょっとすいません。なんか、ごめんなさい、ちょ完全に今、携帯見てました。ごめんなさい、すいません。なんか、やばいな、恥ずかしい。なんか見られてないかな。ちょっとなんか、恥ずかしいんですけど、ちょっと見られないことを祈って、ちょっと動画を撮っていきたいなと思います。はーい。ということでですね、で今日はまたね、デスボイス、シャウトの発声に関しての動画になります。で、まあ、間違った発声シリーズということで、で、こういった発声っていうのは、デスボイスシャウトって呼ばれる発声を出したいのであれば、ちょっと間違ってしまっているかもしれませんよっていうのを皆さんにお伝えするという動画になります。で、動画が始まって一番最初のところに入ってると思うんですけど、こういった声は、デスボイスじゃないんですよ。はい。で、この声はですね、まあ、いわゆるデスボイス、いわゆるシャウトとは、また違う種類の声になります。まあまあ、歪んではいる、確かに。確かに歪んではいるけど、だし、まあ、シャウトという言葉はね、デスボイスとかスクリームとかいう言葉よりもちょっと抗議だから、そこにね、含まれる可能性っていうのももちろんあるんですよ。あるんですけど、まあ、少なくとも僕の定義している、僕の理論の中で定義している、あるいは、まあ、広く一般に定義されている、フライスクリーム、フォールスコードスクリームっていう枠からは外れていると思います。これは確実に言えると思います。じゃあ、この声は何なのかっていうと、まあ、がなり声ですよ。がなり声。でね、まあ、代表例で言うと、にゃんちゅうですよ。にゃんちゅう。あとは、まあ、ワンピースの黒ひげとか、そのあたりの人は常に今、がなってるのかなっていう感じです。海賊の夢を見る時代が終わるって、せはははは。まあ、これですよね。この声ですよ。この声は、いわゆるフライスクリーム、いわゆる、フォールスコードスクリーム。まあ、広く一般的にデスボイスとして、シャウトとして認識されてる声とは、ちょっと違うものですよっていうことですね。でね、大体ね、僕の経験上ですけど、割合としてはね、10分の1とか10分の2とか、それぐらいの確率で、この声を、まあ、デスボイスだと勘違いしていらっしゃる方が、いますね。で、通常、このがなり声っていうのは、基本的には、クリーントーンがこうずっと続いている中で、たまにアクセントとして加えられることの多い声です。なんかこうさ、ハン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 みたいな、こういうイメージですよね。で、今の一部だけこうガチャガチャしていた部分を地続きでずっと出してあげると、ニャンチューとか黒ひげみたいな感じになるんですけれども、通常はね、こういう使われ方をするわけです。本当に一部だけ歪ませて、曲の一部にアクセント、スパイスをちょっとこう加えてあげるというための声ですよね。で、今日ご紹介した、まあ、がなり声もそうなんですけど、あとはこう呼気圧で無理やり押し出して出しているような詰まったようなデスボイスとかもそうなんだけれども、声の歪ませ方がそれしかないって思っちゃうんですよね。で、あ、声歪んだなと、あ、歪んだんだったらこれ合ってるじゃんって思っちゃうんだよね。それもね、すごくわかるんですけど、いわゆるデスボイスシャウト、一般論で言うデスボイスシャウトっていうのはまた別のところに歪みがあるよっていうことになります。なんでね、今日この動画をこうご覧になっていただいて、まあ、ドキッとした人、ちょっと耳が痛い人いらっしゃると思います。なんですけど、まあシャウト、デスボイスを気持ちよく出して、かっこよく歌いたいという、そこのあなたは、ぜひ、今やっている発声っていうのを見つめ直す、一つの機会だと思ってですね、心機一転ちょっとまた頑張ってみてください。歪み探しの旅に出てみてください。デスボイスっていうのは、ちゃんとした発声なんですよ。ちゃんとしたやり方があるんですよ。だから、いきなりできる、いきなり高水準のものが実現するっていうことは、まあまあないと思っていただいて、差し支えないと思います。なんでね、じっくり腰を据えて、練習してみてください。はい。ということで、今回は、にゃんちゅうになってませんかっていう、動画でございました。にゃんちゅうだにゃんって方は、グッドボタン。にゃんちゅうじゃないにゃんって方も、グッドボタン。あとまだチャンネル登録お済みでない方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。レッスンの詳細に関しましては、概要欄のホームページの方からチェックよろしくお願いします。ということで、本日も魔法がお送りいたしました。バイバイ。